日本東京都港区麻布十番麻布十番は東京都港区の町名。現行行政町名で麻布十番1丁目から麻布十番4丁目。郵便番号は106-0045。町域の大部分は古川に続く定地であり、高級住宅地が多い麻布にあって、下町の風情をたたえる。町域には大規模なビルや商業施設は少なく、 ブティックや飲食店等が入る雑居ビルや個人商店に庶民的な住宅地が混在する地域となっている。麻布十番の町名は1962年に成立したもので、それまでの麻布新綱町、麻布広大町、麻布坂下町、麻布長坂町、麻布美賀、久保町、麻布宮下町、麻布ぐ村町、麻布一本松町、麻布三本町、 麻布新広町の各一部が統合された。十番の名称は、十番組屋敷、十番橋など、江戸時代の町名だった、里族省を復活したものである。一の橋から仙台坂にかけては、商店街となっており、2008年まで商店街の生誕には、1949年に開け輸した、温泉銭湯、麻布十番温泉があった。 麻布十番付近には長らく鉄道の駅がなく、1956年に日比谷線の建設計画が発表されると、商店街の店主たちは銀座に客を取られるとの思いから建設反対運動を展開。結果日比谷線は麻布十番に通ることなく、六本木に日比谷線の駅が完成。その後都電は廃止され、1キロメートル以上離れたところにある 最寄り駅の六本木駅からも高低差があるために陸の古島とも呼ばれていた。このように鉄道では極めて不便であったが、都道319号や麻布通りなどといった大きな道路に面しているためバスの便はよく多くのバス路線がここを通っていた。現在でもその利便性は変わっていない。一方、1984年12月には鳥居坂下にディスコ、 マハラジャが開店、タクシーや自動車で訪れる必要がある立地がバブル期には逆に人気となった。近隣の富裕層住民や比較的距離の近い慶応などの学生、その OB 等が主な顧客となっていた。2000年になると麻布十番駅が完成して地下鉄、南北線と大江戸線が相次いで開通、さらに2003年には隣接する。 六本木六丁目に複合施設、六本木ヒルズが開業するなど、麻布十番を取り巻く環境は一変した。もともと下町の農業祭りに過ぎなかった麻布十番、農業祭りも3日間で約50万人が訪れる国内最大規模の商店街夏祭りとなった。古くは麻布村に属する提出地帯であった。江戸時代、仙台藩の江戸屋敷は、 今の韓国大使館から二の橋にかけての広大な土地を持っていたが、定地側の湿気の多さがどうにもできずに困り派で、高台側はそのまま判定として使い、定地側半分を幕府に返上したほどである。幕府はその土地には定級の役人に住まわせたが彼らも苦労が多かったようである。しかし河川改修などによって、干拓、開拓が進み、明治時代には、神楽坂と並ぶ。 繁華街に発展した。地名は、早くから通称として定着していた。1962年、麻布地区の町名が再編され、それまでの麻布網ロ町、麻布坂下町の各全域と、麻布宮下町、麻布新網町、麻布南美が、久保町、麻布ぐ村町、麻布一本松町、麻布三本町、麻布新広町の各一部をもって、 正式の町名として、麻布十番一丁目から三丁目が成立した。この時点では、住居表示に関する法律に基づく住居表示は未実施である。その後1978年、当地区に住居表示を実施した。東京都道415号高輪麻布線以東の、強小な区域に四丁目が設定され、麻布十番一丁目から四丁目となった。 この住居表示実施により、それまで一部が存続していた麻布宮下町は麻布10番1丁目5番となり、麻布南美学保町は六本木六丁目17番となった。地名の由来は河川改修の航空番号とも開拓地の番号とも言われ、はっきりしていない。1933年頃の様子2019年9月1日、現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。路線バス。ありがとうございます。